はい、花の馬券師Jです。こんにちは。ということで勝負レース京都大賞典にしました。3日開催日の最終日、開幕週ですね。わからない馬場がね、まだ日曜雨降るみたいですしね。っていうところでメンバーですね、面白いですね。うん、何が面白い、何が面白い、言ってみて。ディープポンドですよね。ディープポンド何回も本命しました。宝塚では、まあ、ディアリングタクトが3着来た時、僕はあのこの映像でね見たんですけど、その時ディープポンド買ってました。買ってはない、3着でした。レース映像を見て、僕はあれで15万逃しました、ね、レース映像を見たんですけど、レース映像を見てって言って当たった思ってね、まほんまガッツポーズしたんですよ。ディープポンド来て、これ15万になってたんでねってなってたんですよ。心臓もね、安月給からの15万はすごいバクバクするんですよ。当たっただけでね、配当見よう思って、あの血管とこ押したら3着デアリングタクトって書いてあるんですよ。どう見てもレース映像ではね、あの JRA が出してるあのレース映像でディープポンドなんですよ。あれを見てないんで僕、これ2頭が来てる、パシャーってやつ。でもレース映像では完全にディープポンドでした。あれは嫌やったなぁ、ほんまに、っていうのもあるんですが、今回ディープポンド出ますよね。正直言います、向かないです。ここおそらく向かないと思ってます。まあ条件に合う馬が多く該当すればディープポンドを軽視したいと思ってます。はい、まあレース映像分析ということで全場見てきました。溜めて爆発力のある前目で突き放せる先行馬ねっていうのは評価したいなと思ってます。まずアイアンバローズ、スタートいいですよね。見る限りでは前が止まらない展開で上がりがかかった方がいいかなと思ってます。直線では上がりが速くなる今回思ってるんで合わないんじゃないかなと判断してますが、まあ、3着には、うん、開幕週ですしあるんかなと思ってます。まあ僕は1、2着を狙うんでここでは少ししか評価しません。アフリカンゴールド、うん、次アフリカンゴールドですね。阪神大賞典では前から上がりがいい馬たちが来てる中、4着への粘りっていうのは評価できると思ってます。金層の負けは正直そのまま受け止めなくていいかなとも思ってます。前走に関しても馬場がインが荒れている中でのペースも上がって外進路が勝ちパターンでしたよね。京都記念ではスタートで何度か進路を塞がれ後ろからになってしまう。今回そこまで花というか前を主張したい馬が少ないって言えば嘘になりますが、まあ、取れるんちゃうかなとは思ってます。うん、いいとこね。阪神大賞典での走りができたら、まあ、京都競馬場のスローペースというところで一撃あってもいいんじゃないかと思ってます。インプレス、結局後ろになってしまうっていうのはちょっとマイナスですよね。ただ今回上がりはかからない、どれだけ直線が速いか、34秒付近の上がり決着になると思ってるんで、そう考えるとオーストすぎない枠、まあ、内目に入って溜めておいたら速い上がりは出せるんでインプレス、まあ、こいつもあるんかなと思ってます。ウィンマイティですね。はい、出だしっていうのは悪くないと思ってます。金層いい位置で溜めて出せているのは評価できると思ってますが、上がりがかかっているです。戦っている相手は強いので、今回メンバーが落ちる、前へ出る馬も少なくて、前へ出せれば、そこまで出だし悪くないんでいいんかなとも思ってます。はい、次ベラーズール、
正直向かないレースが続いたと思ってます。今回ねようやくあの激足が使えるレースやと思ってるんで、うん、59キロっていうところですよね。やっぱりまあしょったとしてもその展開その上がりが出るレースになれば正直ここ一枚上手かなとも思ってはいます。はい、評価します。次サクセスシュート、サクセスシュート出ないですよね多分、飛ばします。次ゼーゲン、まあ、やっぱ出遅れてしまう、今回スロー展開での瞬発力勝負だと思ってんでこのメンバーで後ろから差し切る、ゼーゲンがね、ゼーゲンが差し切るっていう映像がどうしても浮かんでこないんで消しします。次ディープポンド、ここですよね。先行力は知ってるんで濃い追走は可能かなと思ってます。はい、宝塚で、差し組の34秒台の差し馬たちに刺されていったですですね、やっぱ宝塚にしては34秒台ね、2200のね出てた方やと思いますし、もうちょいかかってればその足が使われへんレースでディープポンドは放送できるんちゃうかなと、思ってるんで、全体的にまあ力的にはディープポンドあるんでディープポンドに勝てると思った馬が多く出てきたら軽視していきたいと思ってます。次ビッグリボン、この馬ね早めから動いて構想しているパターンが見られます。途中から動いていく競馬ね、今回その競馬をするってなると持続力の方がいい、生きるレースに向いてるんかなと思ってるんで瞬発力っていう観点で見るとできるんかなっていうところですね。直線最終ね直線までに前へ出て自分で動けるっていうところはプラスしたいですが、正直上がりの上がり勝負になるとそっからもう一伸びはきついんちゃうかなと思ってますけど、ヒンドゥータイムズですね、金層後ろから追い込んでくる競馬ですね。今回そうなると大外を回されるレースっていうのが大外ね回される可能性がすごく高いと思ってます。スローになる予想で後ろから大外分回しっていう競馬だと確実に届かないと思ってるんで、チャンスとしては前目できるだけ位置しながらの打ち差し、まあ差し組追い込み勢とかが狙えたのはここでしょうね。極端な内枠をもらった場合インで貯めれるパターンがあるので内枠入った時のみ評価していきたいかなと。次ヒートオンビート、中間先行型の差し的な要素で見てますね。ある程度早い上がりが出せるんで今回考えている条件にドンピシャに合うと思います。直線で貯められてそこからズドンっていう競馬ができる馬を探してたんでヒートオンビートこいつが最も該当すると感じました。2走前に関しては、まあ、タイトルホルダーに、まあ、その時4番人気やったっすかねヒートオンビートは、確かタイトルホルダーに勝ちに行く競馬をした結果垂れてしまったっていう風に捉えました。一番力が出せるのは直線まで溜めていつものように伸びきる速い足でっていう競馬が今回確実に可能なのでヒートオンビートを評価しまくりたいと思います。はい、
次プラダリアですね。このメンバーに入るとある程度前で競馬できるんかなと、こういう追走できれば、まあ形的にはヒートオンビートと同じ感じかなと。まあ今回のレースでは、ハマる可能性が高いかなと思ってます。次ブローザホーンですね。まあレベルね、3勝クラスとか来てからのレベルがどんどん上がってきてからの、しっかり両馬場での材料が少ないんですよね。まあ、前からあの伸びができることに関しては京都開幕週というところで評価したいと思います。ただこのメンバーで、出れんかったら正直後ろからの競馬、正直かかってる馬場での構想対策とかも出てるんで、正直そういう決着になると厳しいんかなと、後ろに行っちゃうとね。なんで前に出れたチャンスっていうところで、まあ、57キロにもなりますしね、そこでマイナスしつつの、まあ、どこまで走るかっていうところですよね。ブローザホン、次ボッケリーニですね。昨年高層時っていうのは内目からの出番が多く、枠っていうのを有利にフルに使えたと思ってます。金層でもそれも目立ってて、ボッケリーニっていうのは金層差しに回ってはいますが、枠次第ではポジションを前に取れると、先行してもいいかなと思ってます。直線からのスローであの足を使えれば全然あると思いますし、前に出てくれるだけで格段にチャンスは上がる馬なのかなと。枠が内目ならもう高評価したいと思います。次マイネルウィルトスですね。この子に関しては前走も、直前評価を下げたんですけども、理由としては上がりのかかる馬場が向くんかなと思ったんですよね。まあ、今回スローの上がりが早い予想なんで、この効率評価 しません。あとまあ、はい、見ていただいてありがとうございます。3番まで来てくれた皆さんはほんまにすごい感謝です。まあ、本命気になるんですが、ヒートオンビートですね。まあ枠とその馬場状況とかはまだ加算してないんで、もうええもうええ